みんなちょっと待ってくれ。どうした？まだいけるぜ。鎧が重いんだ、少し休みたい。わかった。私もそろそろ休憩したいと思っていたところだ。なんだ貴様まで。こんなところで道草を食ってる暇はないわ。ミハグサイルの主婦ニズまで休まず進むべきよ。誰が倒れても他のものを煩わせることになる。ましてお前の場合、運べるのはアルフェンだけだ。休めるときに休むといい。ああもう、俺が休みたいんだ。それでいいだろう。余計な気遣いは迷惑よ。迷惑って、あのな、俺は別に。探したぞ。お前は。あいつ。何者だ。探したと言ったな。俺のことか。うましき命。何？求めるはそれのみ。なぜだ、なぜ戦う。お前は誰なんだ。危ないことに見てなさんだ。危ない。任せたまえ。あの島エンジン。やめてよ。耐え許せ。外さないわ。一枚。何なんだお前は。普通じゃないよ。なんという動きだ。するども凌駕するっていうの。あいつの腕はないから。何払う。スルーリーの叫び。この中にやめるぞ。腕を出した。こっちだ。高松の下から動く。どういうと。はじめて。払う。エンジン水の力バラバラにしてやる。泣き払う。エンジン水で行け。無理だって。どういうの。使えるわ。積み合いなくは。ロー砲か。死ね。死ね。まとめて回復するわよ。レンガ弾つらねた。同じ動きを許してやろう。どうせと俺に任せてみる。この先倒れないよ。その程度か。もういい、死ね。
アルペル！おい、シオン！アルフ…シオン！掴む力が強いわ。あ、すまない。大丈夫、大丈夫だから。なんとか急所を外れたみたい。急所って、そんな、どう見たってさっきのは。本当に大丈夫だから。なんであんな無茶をしたんだ。あなただって私をかばおうとしたでしょ。俺には剣がある、お前は違う。違わないわ。それに私は、何でもないわ。ただありがとう。俺は何も。まあいいさ、無事ならそれで。アルフェン。いや、ねえ、あいつまた来るとか言ってたし、とりあえずここを離れた方が良くない？それが賢明だな、シオン。本当に大丈夫か？シオン、本当に傷は大丈夫なのか？ええ、治癒術もかけたし、傷跡も残ってないわ。けど剣があんなに深く刺さって。本当に大丈夫よ。それとも幽霊にでも見える？いや、そんなことはないが。心配してくれるのはありがたいけど、本当大丈夫だから。シオンが刺された時、妙な光が生じたな。敵はそれを見て退いたようにも見えた。アルフェン、あれは何だったのだ？光？わからない。俺はただ無我夢中で。考えてみれば、炎の剣のことといい、何者なのだ君は。リンウェルのようなダナの精霊術使いなのか？アルフェンは記憶がないんですよ、ティオハリム。それに今はここを離れるのが先決です。そうだったな、失敬した。ミハグサールの主婦ニズはもうすぐだ。運が良ければシオンもそこで休めるだろう。なあ、さっきの戦いで受けた傷、もういいのか？ええ、この通り大丈夫よ。厳しいと思ったら後ろに下がってくれ。殴り合いならこっちで引き受ける。守られるために一緒にいるわけじゃないわ。そうは言ったって、得て増えてったもんがあるだろう。私が痩せ我慢しているようにでも見える？あ、俺は痛みを感じない。でもシオンは違うだろう。気遣いは感謝するわ。でもあなただって不覚を取ることはあるはずよ。私だけ過剰に扱うのはお願い、やめて。
違うんだ。俺はただ。本当にここなのか？荒れ放題じゃないか。ミハグサールの主婦ニーズ、そのはずだ。まるで人気がありませんね、建物も。ああ、人が住んでいる気配が感じられない。兵士、ダナ人、どちらも姿が見えないな。作りから察するにレナ人の区画のようではあるが。ねえ、縄文に描かれていた絵、あれ、漆黒の翼の紋章だよ。ダナの昔話、フクロウと松明で悪い王様を退治する勇者の、その勇者の紋章だった。間違いないよ。ダナの、そんなものが書いてあるってことは、つまり、もうこの町はレナに支配されていないってことだ。自力でスルドを倒したというのか。にわかに信じがたいが、この町の様子とは符合しているな。誰かいないか探してみよう。何があったのか聞けるかもしれない。ひどいありさまだな。本当に誰もいないのか。壊されたのはつい最近みたいだな。でもそれならダナ人もレナ人もここに住んでた人たちはどこに行っちゃったんだろう。もし本当にダナ人が蜂起を起こして勝利したのだとしても、誰もいないというのは不自然ね。この瓦礫、レナの精霊術の仕業か。どうかな。それにしては壊れ方が画一的すぎる気もする。リンベル、さっきの漆黒の翼の話、悪い王を退治するのは炎だったな。うん、そうだよ。炎か、そう言われりゃ焦げたような跡もあるな。誰か見つけて話を聞ければ早いんだがな。道すがら探してみよう。デュオハリム、昨日火の始末を忘れてたぞ。火の始末？ああ、火を消すということか。ちゃんと消しておかないと火事の原因になる。なるほど、申し訳なかった。気をつけよう。なんか自分で火を消すって発想自体がないって感じが。それより上着の留め金が外れかけていますよ。ああ、試したのだがどうもうまくはまらなくてね。呆れた。レナって身支度もろくにできないの？スルドは身の回りのほとんどを世話係が行うからな。不慣れなのは仕方ないといえば仕方ないんだ。だとしても少し度が過ぎる気がするわね。確かに同じレナ人でもシオンは誰かの世話なんて必要としないもんな。私の場合はそうせざるを得なかったというのもあるけど、だとしてももう少し自分でできるようになるべきだわ。うん、具体的に何を覚えればいいのかな。まず、そうですね、服の着方、靴の履き方、髪の整え方、私物のまとめ方、それから世話係っていうより母親みたいだ。ああ、そういえばリンウェル、君のフクロウだが。何？羽の生え変わりの時、その抜けた羽を譲ってはもらえないだろうか。そんなものどうするんだ。それで作った枕は最高の寝心地らしい。最近どうも寝つきが悪くてね。やっぱりレナなんて大嫌い。
何かまずかっただろうか。とりあえず身の回りのことより先に空気を読むことを覚えてください。精霊力を集めるためのものでしょうね。大きいのも当然よ。止まれ。動くんじゃない。囲まれているようだな。何者だ？どこから来た？誰だ？姿を見せろ！尋ねているのはこちらだ。おかしな真似はするな。こっちはお前たちを吹っ飛ばすことだってできるんだ。アルフェン。俺はアルフェン。カラグリアから来た。アルフェン？炎の剣のアルフェンか。随分有名だな。これがその証だ。それとも家の一つも焼き払わないと納得しないのか。わかった。それには及ばん。漆黒の翼のバイフォンだ。いきなり落としたりしてすまなかった。だが今は敵の残党を警戒しているところでな。誰もがピリピリしている。どうか勘弁してもらいたい。残党？それじゃあ本当にあんたたちだけでスルドを倒したのか。ああ、奴らの武器を大量に奪えたのが大きかった。あなたがここのダナの長なのか。いや、俺はただの指揮官の一人だ。狩猟はデダイム。会いたいなら案内しよう。ただ噂には聞いていたが、本当にレナを連れているんだな。わかるだろう。我々はやっとの思いでレナとの戦いに勝利を収めたところなんだ。誰もが連中に敵意を抱いてる。デダイムはその最たる部類だ。どこかで待たせておいた方がいい。そんなことはできない。それにバラバラになる方がむしろ危ないと思うよ。忠告はしたぞ。我々の本部はそこだ。私は別に構わなかったのだがな。あなた一人の問題ではないでしょう。確かに。戦いに勝ってもそれで終わりじゃないって。ああ、ここもいろいろありそうだ。お前がアルフェンか。思ったより細いな。ふん、鎧でかさ上げしてるってとこか。
他でどれだけの活躍をしてきたにせよ、ここではこの俺デダイムが仕切っている。勝手な真似は許さん。覚えておけ。それにしても女や子供が一緒とはな。他領の鋭はよほど軟弱だったらしいな。なんだ、会うなり随分感じ悪いじゃねえか。ガキが出しゃばるな。親のしつけが足りないのか。だと。それじゃああんたがここの鋭を倒したのか。一体どうやったんだ。ふっ、奴らの爆薬を奪って取り巻きごと吹き飛ばしてやったのよ。爆薬？そんなものを使って棚川にも被害が出たりはしなかったのか。価値ある犠牲だ。鋭を仕留める絶好の機会だったからな。それでその鋭はどうなったのだ。残念ながら仕留め損ねた。だが泡食って逃げ出しやがった。逃げた鋭が。ああ、とんだ腰抜けよ。巨星の皮をひっぺがされて今頃どこかで震えてるに違いない。だが逃がさん。どこにいようと必ず引きずり出して報いを受けさせてやる。やめておきなさい。鋭の力を甘く見ない方がいい。黙ってろ光目。お前がまだ息をしていられるのはそこの炎の剣に免じてのことだ。あなたの戦いはここの奴隷を解放するためのものでしょう。それを黙れと言ったぞ女。仮にもダナのために戦う男がなぜこんな奴らを連れている。なぜさっさと殺さない。殺すために連れているんじゃない。じゃあなんだ、見せ物にでもするのか。仲間だからだ。バカな、レナはレナだ。300年間俺たちの血をすすり続けてきた奴らだ。それとも何だ。貴様まさかその女がお気に入りなのか。てめえ何しやがる。よせデダイム、今のはいくらなんでもお前が悪い。ふん、とっととこの国から失せろ変節者め。この国は俺たちダナのものだ。俺が統治し、俺が導く。この漆黒の翼のデダイムが。おう、デダイム、解放者デダイム。この国の指導者はアンタだ。光目なんか怖くはない。俺にかかれば全土のレナ人を追い出すのも時間の問題だ。漆黒の翼、漆黒の翼。おい、あんたら。だから言ったろ、レナの仲間は置いてけと。そういうあんたは大丈夫なのか。あまり穏やかじゃなさそうだったな。何、いつものことだ。あいつが怒鳴る、俺がなだめる。お察しするよ。それでまだ何か用があるのか。いや、デダイムに代わって一言詫びようと思ってな。へえ、義理がたいんだな、おっさん。デダイムも昔からああだったわけじゃないんだ。だがレナ相手に何人もの仲間を失うたびにな。挙句があの鋭のごとき態度とは皮肉なことだな。ねえおじさん、ここの鋭はまだ逃げたままなんだよね。目星とかないの。八方手を尽くしてはいるんだがなかなかな。さっきエストルバの森が怪しいとは聞いたが。エストルバ。おい、まさか行く気か。デダイムは感謝なんかしないぞ。俺たちはデダイムのために戦っているわけじゃない。
それにシオンが言った通り、スルドの力を甘く見ない方がいい。そこまで言うなら好きにすればいいが。あんたには迷惑はかけない。ただその前にどこか一休みできる場所はないか。それならこの通りの反対側の突き当たりの建物に行くといい。新しい住居の割り当てがまだ決まらない者向けの宿泊所になっている。俺たちが行っても大丈夫なのか。炎の剣の噂はもう広まっている。いきなり襲われたり拒まれたりすることはないだろうよ。じゃあ俺はそろそろ戻る。達者でな。なあおっさん、あんたはレナに恨みとかないのか。ないわけないだろう。ただそこの二人には殴られたことがないってだけだ。とりあえず宿泊所に行ってこれからどうするか考えよう。何かあったんだろうか。装備は見直したか。デダイムのやつ、自分が上に立つことが目的になっちまってる感じだったな。あれじゃスルドと同じか、もっとタチが悪いぜ。味方ごと爆薬で吹き飛ばすなんて。だがダナ人たちはあの男が支配者前と振る舞うことに疑問を感じていないようだ。むしろ英雄らしいと見ている節すらある。それだけレナへの敵意が根深いということだろうが。ダナやレナという線引きだけで人は割り切れる話ではない気がします。うん、確かにレナを追い出した英雄なのかもしれないけど、私デダイムが正しいって思えないよ。味方を犠牲にして手にした勝利に酔う。あの男の考えを認める必要なんてない。それにダナだから虐げられていいなんてことはないように、レナ人だからって侮辱に耐えなければならないこともないはずだ。私のことなら気にしなくていいわ、慣れてるし。慣れる必要なんてない。いや、長く奴隷でいるとそれが当たり前になるように、侮辱され続けるうちにそれが当たり前になる。そんなのは良くないと思う。やっぱりわかんねえ。どうしたロウ。デダイムはレナのスルドを追っ払った。
そこはすごいさ。実際支持してるやつもたくさんいるみたいだし。けどその結果があのニズの瓦礫の山とあいつのあの態度ってのはどうなんだよ。レナは強い。それを倒すためには力のある指導者が必要なのは間違いない。だが支配者を倒して新しい支配者が現れるだけならそれは同じことの繰り返しだ。ジルファだったらこんなことにはならないと思うよ。きっとリンウェル。ああ、違うやり方、違う結果、違う勝利。ジルファは自分の選択を押し付けたりはしなかったはずだ。それこそが支配するってことだからだ。親父にどうして欲しかったのか正直まだよくわからねえ。ロウ。けど変だな。なんか変な感じだけど、けどそれでもなんか嬉しいや。親父とデダイムは違う。今それだけで十分だ。解放されてなおこの街の音色は不安に揺れているのだな。まるでかつてのビスキンと思い起こさせる。音色？音楽ですか？別に音楽なんて聞こえないぜ。そもそも楽器を持ってるダラジンなんて見たことない。楽器が奏でるものだけが音楽ではない。人の営みやざわめきが織り上げる音楽というものもある。あんたはその音楽ってやつに随分思い入れがあるみたいだな。言っていなかったかね。鋭候補となる以前音楽家を志していたのだ。は？音楽家？一音から世界を広げていくため日々修練に明け暮れた。景色を、時の移ろいを、人の思いを音に乗せた時、それが空気を震わせ広がっていく様は絵も言われぬ喜びだった。ティオハリム。失礼。少し饒舌になってしまったようだ。いや、レナの文化ってやつを聞けて面白かった。ダナの文化や芸術は全部レナに壊されちゃったの。私個人としてはダナの音楽にも興味があった。代々のスルドが奴隷には不要と断じて楽器の所有すら禁じたのは嘆かわしいことだと言ってみても言い訳にもなるまいな。お、それにしてもあのデダイムってやつムカつくやつだったな。あいつのことはもういい。それよりこれからどうするかを決めよう。どうするったってこの国のスルドはもう逃げ出したんだし、あとはあのデダイムが何とかするんだろ。私はスルドを追いたい。私もスルドを探すべきだと思うな。漆黒の翼の人たちが勝てるとは限らないし、スルドをそのままにしておくのはやっぱりまずいよ。そうだな。それに傲慢かもしれないが、彼らよりはまだ俺たちの方が勝機があるだろう。私も同感だ。これからのこの国がどうなるにせよ、スルドが残っていては安心できないはずだ。いいのかよ、デダイムの手柄にされるんじゃないか。俺たちは壁を壊す。その後のことはあいつが何を築き上げるか次第だ。バイフォンが言っていたエストロバの森とやらに行ってみよう。ただ何にしても一息入れよう。メナンシアを出てからいろいろありすぎた。
どこに行くんだ。アルフェン、今は休んだ方がいい。何を焦っているんだシオン。変な言いがかりはやめて。部屋に戻ったらどう。シオンも戻るならな。分かったわよシオン。スルドは倒す、約束は果たす。だからもっと信じて頼ってほしい俺を。そうすると言ったら解放してくれるのかしら。ああ、もちろんだ。ゆっくり休んでくれ。なんだっていうの。じゃあ改めて行くってことでいいんだよな。あ、そのなんとかって森に。エストルバの森、しっかりしてよ。